フランク・西ゴート戦争では492年から508年にかけてクロービス1世率いるフライク王国とアラリック2世率いる西ゴート王国が衝突した一連の戦争について述べる。なおこの戦争にはブルグント王国や東ゴート王国、東ローマ帝国も関与している。大きく第一次と第二次に分かれておりフランク王国が 南フランスのほとんどを併合した著名な部位への戦いは第二次戦争の戦闘である。486年、フランク王クロービス一世はソアソンの戦いでガリアのローマ人勢力を撃破し、敵将シアグリウスは西ゴートのアラリック二世の宮廷へ亡命した。おそらく487年、クロービス一世はベルダンやパリなど抵抗を続ける土地を蹂躙し、都市を包囲しつつ、 西豪と王国に最後通告を送った。すなわち、シアグリウスを引き渡すか、戦争に訴えるかという選択を迫ったのである。フランク人との戦争に気乗りしなかったアラリック2世は、シアグリウスを手放した。クロビス1世は、送られてきたシアグリウスを、直ちに処刑した。491年までに、クロビス1世は、かつてのローマ領の支配を固め、 次の目標として、アラリック二世との戦争を目指し始めた。そして、西郷東国領の最北端である南東を包囲した。南東は60日間にわたって耐え続け、これに感銘を受けた、フランク軍の将軍キロはカトリックに改修した。この段階でもアラリック二世は、クロビス一世と衝突するのを嫌がり、支配下のポアチエアさんと、ボルドーを包囲されるに任せた。この過程で、 西ゴートの有力貴族であったボルドーのスアトリウス公が捕虜になった。クロビス一世はボルドーからの帰路でトゥールも占領した可能性がある。496年、フランク人はトルビアックの戦いでアレマン人と衝突し、勝利した者の自身も大打撃をこむった。同時に国内でも混乱が起きたと見られている。この隙をついてアラリック二世は速やかにボルドー、 三と、ポワチエを奪回した。こうして、戦争はほとんど振り出しに戻ったが、なんとは、アルモリカ人の手に落ちたと見られている。ブルグン島をグンドバトの兄弟のゴデギセルは、グンドバトから王位を奪おうとして、義兄弟のクロビス一世に、毎年の功能と、領土活動を約束して、味方に引き入れた。これを受け、500年に、フランク軍が、ブルグン島王国に侵攻した。 グンドバトは、ゴデギセルに支援を求め、兄弟揃って侵入者の撃退に向かった。三つの軍が、ディジョンで衝突した時、グンドバトは、自身の軍が、フランク軍だけでなく、ゴデギセル軍からも攻撃されているのに気づき、アビニョンに逃げた。勝利したゴデギセルは、ビエンヌに戻って、王位を手に入れたが、クロビス一世はこれで満足せず、進軍を続けて、アビニョンを包囲した。 長きにわたる包囲戦の末、アビニオン氏のローマ人の行政長官で将軍でもあった、アリディウスがクロビス一世を説得し、アビニオンは占領されずに済んだ。クロビス一世は、グンドバトにも毎年の功能を約束させて、和議を結び、フランク王国に帰っていった。501年、現状に不満を募らせたグンドバトは、フランク王国への功能を止めて、アラリック二世と同盟し、 西ゴート軍の支援を得て、ゴデギセルのいるビエンヌを包囲した。ビエンヌは陥落し、グンドバトは、ゴデギセルと彼を支持する、ブルグンと人たちを処刑して、王位を取り戻した。そしてグンドバトは、フランク人捕虜とアビニョンを、西ゴート王国に差し出し、フランク王国との対決に備えることにした。一方のアラリック二世は、アンボワーズ村近くで、クロビス一世と会見し、 フランク人捕虜を解放するのと引き換えに、クロビス一世がまだ占領していた西ゴート領すべてを回復した。西ゴート人と戦うクロビス一世503年頃にアルモリカ人と同盟を結び、国内の大貴族の支持も得たクロビス一世は507年にアクイタニア平定に向けて動き出した。彼が軍勢に略奪を禁じたことからわかるように、 この遠征は単なる侵略ではなく西ゴート人からの解放と編入を意図したものであった。なんとからポワチへ向かう道中でフランク軍は西ゴート軍の襲撃を受けた。アラリック2世はクロビス一世が国内カトリック諸公の支持を固めていることを理解しており、彼らが王の元に集結する前にクロビス一世を叩こうと考えていた。この部位への戦いは フランク軍の大勝利に終わった。西ゴート軍の中核は撃滅され、アラリック二世も戦死した。クロビス一世との一騎打ちによる死だったとも言われている。クロビス一世は息子、テウデリクに別動隊を与え、独自行動を取らせた。テウデリク軍はクレルモンからロデーズへ進み、最終的にアルビまで至った。この間、ブル軍と王国の軍の場とは敵だった。 フランク王国と和解して手を組み、手受け陸軍の支援を得て、アルルを攻撃したが、行為が長引くうちに、東ゴート王国の横槍を受けて、大損害を出し、撤退した。507年末までに、クロビス一世は、ボルドを占領し、ここで冬を越した。翌年、彼は、西ゴート王国の首都トゥールーズを占領し、王の宝物を手に入れた。西ゴート宮廷は、ナルボンヌに逃れた。 クロビス一世はこれも奪おうとしたが、ナルボンヌは山勝ちの地形に守られ剣道だったので諦めた。代わりにトゥールーズとナルボンヌの間にあるカルカソンヌを包囲したが、これも失敗に終わった。東ゴート軍が現れて、フランク軍を追い払ったからである。敗れたクロビス一世とフランク軍は、返す刀で当初無視していたアングレームを攻略した。 東合同王国にこれ以上侵入されるのを避けるため、黒ビス一世は占領した都市に多数の守備兵を置いた。ありがとうございます。